売るのかなって思われてる。だからどうしましょうね。チェックしてて、チェックさせていただいてるんで。すげえ量。今日特にやばいです。え、見てわかる？まあ、パッと見で、あのドイツで踏むかっていうのをパッと見でわかるんだ。はい、意外とちゃんと痩せるんだね。こうしないと続かないですからね。味がやばい。ドボン繰り返してあっという間に挟む。そこもね、周りの車にぶつけないで。本当にこれ怖い。周りの車みんな高そうな車に乗ってるんで。そうだよ、払えないよ修理代。これマジ払えないです。すごっ。これアイアン分けてるんでしょ。あんま喋れないですよ。でもそれは多分あのやっぱ企業秘密的なね。教えられないですよ。もうこれ以上教えられない。全然ダメっす。教えられないんだ。いやもうこの光景だけでももうちょっと、あ、もうやばい。やばい。いやこれ種類分けしてるだけでしょ。僕がちょっと殺されるんです。同業者の方たち何百人いらっしゃいますからね。俺たち種類分けしてるだけじゃないの。あ、確かに。そうでしょ。だから分け終わったら僕が調べて買うと。絶対ダメ。僕頑張ってない。プロの洗礼をね。いや最悪だ。古物市場攻略法。これゴルフクラブ買えたの？買いました全部。全部？全部でいくらこれ？全部で12万5000円。12万5000円。すげえ。高いのか安いのかもう分かんないんだけど。今日はいいのたくさん入ってたんで。あ、いいのたくさんあるんだ。はい、買っていただきました。12万5000円で買っていくらぐらいになるんですか？それはちょっと内緒、ね、あ、言えない、はい、あ、そうなんだ。言えないですね。へえ。でも倍ぐらいにはしないとね。そんぐらいにはならないですね。やっていけないです。あ、じゃあなるんだ。はい。はいって言っちゃってるじゃん。そうじゃないとね。面白くない。すごいすごい。怒られましたね。え、怒られちゃいましたけどね、これね。怒られちゃう。全然持ってくの遅すぎて。ああ、はい。